はい、本日はですね、こちらノースフェイスアンタークティカパーカーをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということなんですが、僕大失敗を犯します。っていうのもね、この動画テイク2でございます。普段僕撮り直し製品やけども、ちょっとカメラがあまりにも設定ミスててね、何にも見えへんかったんで、普通やったら音声入ってへんぐらいとか、ちょっとカメラの画角おかしいぐらいだったらもうバンバン出していくんやけども、これに関してはちょっともう一回撮り直した方がいいということでね、撮り直しさせていただいております。で、このアンタークティカパーカーはね、最強ダウンジャケットなんですが、やっぱりそれはそれで、やっぱ向いてる人向いてない人っていうのがいてるんですね。で、僕はどっちかって向いてない人に該当してたんで、今までずっと買わんかったんですけども、これ向いてる人めちゃくちゃやばいやないかというところのね、ダウンジャケットになっておりますので、もう早速ですが、本日の流れとしてはですね、まずは外観見てもらって、その次に着用していきます。で、着用はしていくんやけども、あのフードのね、このファーがね、途中で取り外してもできるんですよ。やんないとちょっと外そうやないかということで外していって、ほんでね、なんでこのダウンジャケットが最強と呼ばれるんかっていうのをお話しさせてもらいます。そして納得してもらえると思います。ああ、なるほど、これが最強なんやっていうところなんですが、実はデメリットもあります。最強やとデメリットなくないと思うんやけども、やっぱどんな強いボクサーでも弱点っていうのがあるんですよね。いくら井上尚弥選手が強いと言ってもですね、まあもちろん勝ってほしいですよ、このまま勝ち続けてほしいんやけども、もしかしたらどっかで弱点が疲れる可能性もあるじゃないですか。で、あの大谷翔平選手でもですね、よくあんだけホームラン打ってんやけど、やっぱインコースがちょっと弱めっていうのがあったりすると思うんですけども、まあ弱点がとにかくあると。で、そんなところのお話をしてですね、次はおすすめの人でサイズ感でおしまいという順番でいきたいなと思います。はい、ではフードの方から見ていきましょう。こちらフードがですね、実はそのリアルファーじゃないんですね。で、リアルファーじゃないってどういうことっていうと、こう動物の本物の毛やったらね、もっと柔らかいんですけど、ちょっとなんていうのな、こう人工で作られた毛やからね、こうペタンと寝やすいっていうのがちょっとあったりするんですけども、このファーがあって、次にね、胸のところにノースフェイスってこうロゴがありますよね。そしてこの場合はね、肩のところにワッペンがあるんですよ。で、ワッペンなんて普通嬉しくないですよ。だいたいその幼稚園の時のワッペンとかあんま嬉しくないけど、大人になってワッペン嬉しいのって、このノースフェイスのこのワッペンぐらいなんよということで、ワッペンがあって、逆側にはノースフェイスのロゴがあります。だからノースフェイスオンザノースフェイスという状態になってるんですけども、そういうところでちょっと珍しいですが、ノースフェイスにしてはね、この胸のロゴだけじゃなくて他にもちょっとついてるんだよというような形になってて、で、まあ、ポケットがありまして、さらにもうちょっと下にもね、こういったポケット、フラップ付きのね、ポケットがあるんですよ。で、まあ、これは後で説明しますけどね、フラップ付きで、さらにこうジップもついてるので、こう中に雪とかも絶対入らないような仕様になってますし、それでもってね、こういうところにね、紐もついてるからね、手袋した状態でもね、こう開け閉めができるというような感じですね。フラップも大きめになってるから。そしてこの生地感わかるかな、このガシガシした生地感、まあ、それもね、今からお伝えしていきますので、じゃあ着用していきましょう。はい、ということでね、着用してみました。これがですね、さっきもタグ切っちゃったんですけども、アンタークティカパーカーのサイズはどこにかって L サイズって書いてますね。こちら L サイズを着用しております。まあ、来た感じのね、印象としてはね、やっぱりこう頑丈感はありますよね。最強たるゆえんをね、感じさせるようなね、こう着心地にはなってるんですけども、ポケットのね、高さがね、若干気になるかな、ちょっと高めなんですよ。だからなんかこう、なんていうのな、肘がね、余ってるというんかな、こうなんか肘の行き場がないんですよね。この状態になってるからね、ちょっとなんかヤンキーチックというかね、おいおいおいみたいな感じになってるじゃないですか。普通だいたいこの辺りが相場でしょ。この辺りに来てくれたらなんかこうやって待てるんやけども、この上はね、ちょっともうヤンキーなんよと、完全に。そういったね、ヤンキーポケットが配置されておりまして、この下のところにはね、先言ったみたいにフラップがついてるんですけど、フラップが結構大きめやし、ジップがね、こう紐ついてくれてるから、ちょっと手袋持ってきますね。こういったね、最近僕が愛用してるヌプシの手袋なんかをこうつけた状態でも、こうフラップをヒュッて開けて、ジップをピュッて開けて、物を取って、でまたジップ閉めてフラップを戻すっていうのがね、しやすいような設計になってます。まあ、もともとこれ南極大陸とかでね、使うようで考えられてるから、手袋つけてるのはもうマストなんですよね。こんなもん手袋つけんかったら投資しちゃうから。まあ、そういった細かいところが配慮されてて、さらにね、このここにね、リブついてるんですよ。だからリブオンザベルクロっていう感じなんかな。こうリブでこうキュッて締めてんねんけども、さらにその上からベルクロでギュッてさらに完璧に締めることでね、この手首からのね、侵入を防いでくれるようなね、設計になってるっていうところもあれですよね。あとまたこれ見て、ベルクロがね、このちゃんと丁寧に縫われてますわ。こう適当にね、バーンってやっときゃいいっていう感じじゃなくて、こう裏側からね、ベルクロ貼っつけて縫ってるという、めっちゃ細かいんですけどね、こういうところもちゃんとやってますわ。はい、というのでね、次はじゃあ特徴、なんで最強なんかって言ったら、今のでもだいぶ最強感出てるじゃないですか。で、最強たるゆえんとしてはね、やっぱりゴアテックスオンザパーテックスを採用してるんですね。で、僕の動画よく見ていただいている方は分かりますよね。ゴアテックスといえば、この黄色いやつと白いやつがあります。で、あなたが欲しいのはどっちですかっていう話ではなくてですね、黄色い方はどんな特徴がありましたかというと、そう、雨に強いんですね。これ黄色は雨に強い。じゃあ白は何に強かったんかなって言ったら、次風に強いっていう特徴があるんですね。ただ南極大陸って濡れる可能性がありますよね。そしたら、じゃあどっちの方がいいと思いますか。せーの、黄
黄色の方っていう答えが出てくると思うんですけど、そう正解です。こちらの方が採用されてると。だから雨の時でも何にも気にせんと着てて、中の服がね濡れたりする心配がないというところになっております。もちろんポケットも濡れへんしね、ポケットの中も。ほんでもって裏の生地をね、これパーテックスっていうのが使ってるんですよ。もうパーテックスとかもどうでもいいから、これどういうことっていうと、この中の生地ってね、まあどうしてもね羽が出てきやすかったりだとか、あとやっぱ外に比べるとねちょっと強度がないっていうのがね、どんなダウンジャケットもやっぱ多いんですよ。ただこれはねパーテックスっていう素材使ってるので、まあ比較的完璧に強いわけじゃないけども、まあ他のやつに比べるとこう頑丈なの使ってますよっていうのがこのパーテックスです。ちなみにこういったねマウンテンジャケットもね同じようにパーテックス使ってるんやけど、まあパーテックス使ってても、ね、毛抜けしてますけどね、まあ他のやつに比べるとまあ強いかなっていうのがこのパーテックスになってます。でその段階でね最強の遺伝がちょっと分かってきたじゃないですか。お確かに最強やな、中も外も強いんかいなって。で外に関してはもう一個強い、マウンテンダウンでね出してる生地の倍の生地使ってます。だからこれが結構普通のダウンの中でも頑丈なんですよ。で人によったらちょっと着心地ゴワゴワするなっていうぐらい頑丈やねんけども、それの倍の生地使ってるからもっとゴワゴワします。なので言い方ちょっと悪いかもしれんけども、まあそんだけ強いんですよ。だからちょっと吸ったりとかちょっと金網当たったりとかするぐらいではね破れへんというところがね、このアンタークティカパーカーが最強であるゆえんなんですよね。まあなのでまあボクシングとかで言ったらやっぱガードなんですかね、こうガードがめちゃくちゃしっかり上がってる状態なんで、多少打たれたりなんやしても食らわへんよというような採用されてて、でなおかつ中にね中綿、このダウンジャケットダウンも入ってるってことで、外も中も真ん中もすごいんかいってことになってきたら、それは無敵じゃないですか。それはすごいでいいことになってくるんですけどもね、いやいやちょっと待ってくださいと、そう言いながらデメリットもありますよなんていう話もしたいんですが、ちょっとその前に忘れてました。フード外します。フードね取り外し、これ簡単にできるんですよ。でどうやってやるのというと、このフードのとこにねボタンがあるんですよ。でボタンでポチポチ外していくだけ。これが 1,2,3,4,5,6,7 7箇所でしたね。7箇所外すだけでこのように次はなんかマウンテンパーカーっぽい感じになるんですよね。あこれはこれでいいじゃないかってなってくるじゃないですか。じゃあその時にこれどうするかですね。そうなってきたらですね、こういう風にちょっと抱いてあげて、ちょっとワンちゃんとかね、あの子猫ちゃんみたいな感じで抱いてあげるっていうのも一つの手なんですよ。でこれをね抱いた状態で近所を散歩することによって、近所の人からですね、あいつだいぶやばいぞと、あいつね喋りかけてあかんぞっていう雰囲気が出ますので、まあそんな使い方もねありかなと思ったりはするんですけども、こうやってね、フード外してしまえば、まあそれはそれで印象ねだいぶちょっとガラッと変わったりはしたかなと思うんですけど、こんな感じになっておりますということで、次はじゃあデメリットいきましょう。とは言いながら何が悪いのと、どういうところが悪いの、こんな悪いとこないやないかとなってくるんですけども、まず一つ目っていうのが、やっぱりそんだけ外側の生地中側の生地でいろいろ頑丈にすればするほどどうなるかっていうと、やっぱごついんですよね。だから車でいうところの、もうどんどん車の大きさでかくなって、 SUV からもうジープからベンツからハマーになってるみたいなことになったら小回り効かへんでしょ。でそれはそれでメリットもあるけどデメリットもあるっていうのと同じように、このダウンジャケットもそんだけ分厚くして頑丈にするのはええねんけども、その分動きにくいんですよね。こうゴワゴワするっていうことで、普段からこう動くシーンでね着用するようなダウンジャケットではないなっていうのがね、まあデメリットであったりだとか、あとそれ以外にあったらね重たい。普通にこれ2キロあるんですよ。約2キロあるってことで、2キロのもの持って歩いてたら重たいじゃないですか。なんかこう昔とかやったらね、こう腕とかにこうマジックテープビリビリって500グラムずつの重りとかつけてね、なんか筋トレとかしたりしたけども、あれ500グラムずつでも重いじゃないですか。それ1キロずつつけてるようなもんで、計2キロつけてますってなったら、それはもう筋トレしてるんですかと、冬越したらムキムキになりますよってなるじゃないですか。でそういうぐらいの重さがこうやっぱこうずっしりあるんで、パー外したらちょっと軽なるんかな、イフだってこんなもんやからね、そんな重たくないとは思うんですけど、着心地的なところと、あと重さっていうのはね、まあちょっとデメリットになってくるかなと思うし、僕自身もそこが気になってたんであんまり買わへんかったっていうのがあったりするんですけども、次ではおすすめの人、じゃあどういう時におすすめなんかっていうとですね、これまあ人っていうよりかはシーンかなと思うんですよ。こういうシーンにはめっちゃおすすめですっていうのがね、こうじーっとしてるタイミングってねいいかなと思うんですよね。で特にこれって動くように作られてないから、こうじーっとするタイミング何があるかなって言ったら、例えば釣りとかですね。釣りとかってこうやってじーっとしてるじゃないですか。でともすれば5時間6時間じーっとしてることもあるじゃないですか。ってなった時に、やっぱ動かなあかんダウンジャケットってやっぱかなり寒いと思うんですよね。で動かなあかんダウンジャケットって何ですかって言ったりしたら、やっぱり中がね、中綿の人工の綿作られてるやつとかって、こう動くとねちゃんと熱を温めてくれるんやけども、こうじーっとしてるだけでもねあったかいのって、やっぱり天然のダウン使わんとねちょっと厳しいんですよ。でそれがねこれには使われてるので、まあ中の綿自体はこうバルトロとかと一緒ですよ。バルトロビレイヤーとかと同じやねんけども、まあ、そういうじーっとしてる環境の時とかでも使えるよというのがね、まあおすすめの人になってくるし、それがやったら僕個人的にはねちょっとバイクで使ってみたいなと思うんですよ。でバイクってねじっとしてるっけって思うかもしれないですけど、周りからしたらねめっちゃ速いスピードでバンバン行ってるように見えるんやけど、乗ってる本人は手首しか回してないんですよ。だからめっちゃ寒なんですよね。でもうじーっとしてるんやけど、風だけはねもう何十キロっていう風を浴びてるからめっちゃ寒いんですよ。ってなったらこれバイクとかもいいんちゃうかなと思って、まあ今度ね使って
ってみようかなと思ってるんですけど、間違えてもチャリンコはダメですよ。チャリンコなんかでこれ全く向いてへんから、動くし熱なるしってなったりしたらこれじゃないやろなと思ったりするんで、似てるんですよ。バイクとチャリンコ似てるなと思うけども、こう実際乗ってみたらチャリンコは体めっちゃ動かすんだけど、バイクってもうずっとこうやってるだけやから、まあ、全然それは違いますので、まあこうじっとしてるシーンとかでね使うっていうのがまあ結構いいんかなっていうのがね、まあ、着用してみた感じになっております。ではね、最後サイズ感に行きたいなと思うんですが、サイズ感ちょっとこれ注意かもしれないです。というのもね、ちょっと大きめ、普段僕 L サイズをノースフェイスはよく着ること多いんですけども、 L サイズやったらね、まあ、今これベルクロ止めてるからいいんですけど、外してしまうとね、あ、もう隠れちゃうかなっていうような感じで、まあ中にねインナーまだまだ挟めそうって挟めそうなんですけど、一回ちょっと上まで締めてみますね。上まで締めてみると、ダウンジャケットとね中インナーとの間に少しこうやっぱ余裕があるじゃないですか。だからまあ中に着ようと思ったら着れるし、まあ本来多分そういう作り方はしてるんやと思うんですけども、ちょっとまあ大きめかなっていうような感じになってて、僕 M もね着用したんですけど、 M でも全然いけるかなっていう感じでした。まあただ中にこう着たいとか、フリース入れたいとか、そのパーカー入れたいとかってなってくるとね、まあちょっと厳しいかなと思うので、普通のサイズでね、いつも買われるサイズで買うと、もしかしたらちょっと大きく感じるかもしれないというのがね、まあ注意点になってくるんかなと思います。ではですね、最後は着丈の長さだけ見てもらおうかなと思います。アンタークティカパーカーね、この長さになってて、マウンテンダウンこの長さなんで、意外とねめっちゃ長いんかなと思ってたんですよ、アンタークティカパーカーと思ったら、あ、そんなベラボーに長いわけじゃないんやなって、マウンテンダウンよりちょっと長いぐらいかなっていう感じだったり、あとまあカナダグースとちょっと比較してみましょうかって、カナダグースとねこうやって並べた感じとかで見ると、あ、カナダグースとまあ同じぐらいかなっていうような印象ですよね。だからどうしても結構ね長い、着丈の長いイメージがあったんやけど、あ、そんなにまあ長くないんかっていうところで、まあお尻全部隠れるところまではちょっといかんかなって感じなんですけど、まあしゃがんででもね、こう背中が見えるような着丈ではないんで、まあその辺はね安心していけるかなと思うんですけども、まあ、そういうところで、今回アンタクティカパーカー紹介させていただきました。まあ、僕個人的にはね、ちょっとまあ重さがちょっと気になるかなっていうのはあったりするんですけども、まあ一回バイクでね着用してみてどうなんかっていうのをね、またお伝えさせていただきたいなと思いますので、本日はですね、アンタクティカパーカーを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。